元気ですかと、もっと大きな声で言いたいんですけどね、ちょっといろいろ病院に入ってる状況で、まあでも、もうちょっと頑張ってですね、元気な姿で、皆さんにお目にかかればと思いますけど、まあ本当に天井を見てね、逆に言えば病院の中の裏側っていうか、今看護師さんが足らないっていうのも現状でいろいろ大変だなと思って、で一つには女心と秋の空っていうのがあるけど、女心と上の空ってね、いろいろちょっとお願い事があってベルを鳴らすけど、まあ、すぐ来てくれる時と来ない時もあって、まあ大変だな、まあ、そういう意味では、裏側のことはあんまりテレビで報道されないけど、まあそういうような今現場で立って頑張ってる人、それからもう一つはね、自分自身がこういう今状況でいながら、なんで、まあ、コロナの問題があるんで、まあ厳しくやることは当然なんだけど、何でも上にお伺いしないとできません、もうこれ考えられねえだろうというようなことをね、まあ、看護師さんたちがやっぱり、そういう人たちの教育も大事だなとか、病院でいながら、全然違うようなことを考えてるっていうか、今のね少しはまあまあ少しずつなんですけど、まあ良くなってきて、腰もねいろんな治療法を検討されてるんですが、本当は手術するはずだったんだけど、そうじゃなくて一生懸命時間はちょっとかかるけどね、そういう方向じゃなくてやってるようです。まあ俺も別にわがままを言ってるわけじゃないけど、自分の心の中に燃える火をもっと灯せるようなね、今ここの病院もちょっと変わらせてもらって、まあでもね本当にいろんなことを側面から見てきた、今まで政治の場に立って、そして去年を育てき、女房が先立ってしまってね、そこでずっと隣の部屋を取って、本当は耳の検査だけの予定がね、いろんな病気というのかな、そういうのが分かってですね、まあまあまあ若い先生方が毎回説明に行くんだけど、もう先生聞かなくてもいいよ、もう俺の方がよく分かってるみたいなね、申し訳ないけど、そこの経験ですからね、アミロイドというこれ厄介なものも含めて、まあとにかくこんな状況でも犬木が一生懸命頑張って戦ってるという姿を今日は見ていただければいいなと思います。いやもう昔から悪いんですよ、何十年もね。で手術も一回して、その時は13時間かかって、そして今回は、今回って何年か、2年前かな、まあ先生は絶対失敗したとは言わないだろうけど、まあまあまあ本当に今恥ずかしい話じゃないけど、本当の話で、なんですかね、むくみ、本当にねこの腰が乗馬ズボンを履いてるぐらいむくんで、それで変な話、なんですか、野鳥っていうのかね、玉がこんなでかくな、いやー俺らそれを見ながら笑ったりしてた自分は恥ずかしくなりますが、まあそれもむくみも取れてね、まあ一番の問題は、まあ水分と塩分がやっぱりあれですね、本当に微妙に違うだけで、まあ自分の息切れも変わったりしてね、
まああのまあまあそれはそれで、いや今ね何がしたいかというと、冷たい水をですね、コップいっぱいにグワーッと、ついでに言えば生ビールをいっぺんに飲み干してみたいっていう、まあそういうようなね、うん、私もこうやって冗談と笑いが出てくるように、元気が少しずつずつずつ下から上がらなくなるんですね、横になって、まあそういう今状況ですけど、あの政治の場にいてその時に思わなかったことを、もっとそれぞれが専門分野の部分でねやれるような形になれば、ああ本当に今の国会議員の皆さん、あるいは地方議員の皆さんも含めて、体験に勝るものなしっていうんで、そういうね体験してみないとわからないことがいっぱいあるだろうと、だから今回のこういう様子はね、大体分かってますけど、もう一つはあの何ですかね、心臓の方が、ああやっぱりこれははっきりわからないけど、依然とも言う人もいるし、そうでないっていう、まあ高い薬なんですけどね、今これは何ですかね、特別に出してもらって、値段を言うとびっくりしちゃうような値段の薬なんですけど、まあそれももっと言えば、あデータがないとかね、そういう問題がありますけど、喋ってるとね、舌が乾いて、舌があれですから、あのやっぱり歯切れのいい喋り方っていうのもあるけど、今一回ちょっと止めてもらってね、ちゃんと喋れますよ。昔あの国会に出る前に春子本願に、アクスボンバーを食らって、翌日病院には入れなかったんですけどね、舌がやっぱり回らなくなって、あの、うん、ラレリルレロラロロラレレローラーローレリルラ、あのアナウンサーがやる訓練をしたことがありましたけど、まあまあまああの電話するとみんなが、ああ今日は調子悪いんですねとか、なんだ全然元気だね、だから電話に出るときに俺はあのしっかりとね自分で言い聞かせて、でこの前あの YouTube で流してもらったんですけど、まああのその時はねちょっと知らぬとか、それも隠してもらいながら、あやったら、あしたら皆様、なんだ思ったより元気じゃないかってね、いろんなあメッセージが来ましたけど、本来なら毎年600から700人ぐらいの大きなパーティーをやったんで、まあ、今年はこういう事情で、同時に私自身がこういうことでね、本当にあのコロナがいずれ終わると思いますけどね、その時に本当にもう一つ将来に向けた日本というね、それを、それぞれの知恵を出し合ってでも考えましょう、こういうね施設もここが悪いっていうんじゃなくて、多分こういうものを設計した時の先生方が30代40代で元気にいっぱいの時、まあ生きてれば100歳を超えてるっていう、その人たちが考えたことがね、結局いろんな、まあ鉄にもそうですけど、自分たちがいずれそうなる、だから今将来の設計をするんであれば、50年後はどうなるかわからないけど、そういう発想に立ってですね、あの、うん、まあ今は設計の話になりましたけど、いろんなことも含めて、ちょうどいい転換期じゃないかというんで、でまたあのブラジルの方にまあ電話をするとですね、あの飲料アマゾンね、飲料がまたなんか分かんないような病気、インディオ枠からこう伝染してるというのはね、あの兄弟から話を聞いて、
まあ本当になんですかね、プラズマをやってて、ゴミの世界のゴミをきれいにしようっていうんで、その矢先にコロナが始まっちゃったもんですからね、みんなそれやそっちの道でみんな一生懸命技術も進めてくれてます。渡辺先生も頑張ってて、まあ早くね、私も元気を取り戻して、皆さんの前で大声で今日はちょっとできるかな、やりましょうかね、やっぱり、いざ1、2、3ダーという、これを3倍4倍の、1、2、3ダーを早くできるようにしますんでね、まあそういうことでまたね、一日俺も変わって元気になって聞きますから、もうちょっと元気になったで、またもうその後はもっと元気になったっていうね、命を、発信しますんで、よろしく、ありがとうございました。アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。